ある限り君は Dream of Love 守り続けてゆく戦士たち立ち上がれ一つになれ Get wild 暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない心に変わるささいバトル Love is king 未来を信じてていつも Dream of love輝いてくいつだって プレントロンが集めていたアングルモアカプセルは巨大な悪のトランスフォーマーユニクロンを復活させるためのものだった。プレントロンは集めたアングルモアカプセルを持って謎の暗黒ガスに包まれた小惑星へと向かった。この反応はデストロンのダイナソア。ビッグコンボイ、どうしたナビ。アングルモアカプセルの反応をキャッチしたのか。あれ、でも奴らバラバラになったんじゃないのか。そうだよね、みんなを犠牲にしてまでブレントロンを倒そうとしたんだから。あれじゃあ誰もマグマトロンについていかないんだな。ええ、確かにマグマトロンは孤立無援のはずです。ビッグコンボイ、どうするつもりだマグマトロン。ユニクロン復活。アンゴルモアカプセルはあの暗黒空間にある小惑星の中だな。ええ、確かにカプセルの反応はあるけど大丈夫？わからん。マグマトロン、このままマグマトロン様についていてはまたいつ犠牲にされるかわからないぞ。確かに。これからどうすりゃいいんだよ俺たちは。マグマトロン様と手を切るなら今のうちだ。え？手を切るのは簡単だが、その後が問題だ。お前らの命、俺に預ける気はないか。俺についてくれば悪いようにはしない。いや、くら替えするという手もある。アルカリス。くら替えって？ブレントロンにつくということか。ダイナソアはちょうど奴らの近くに来ているはずだ。ブレントロンに交渉してみる手もある。あいつらが話し合いに応じるとは思えん。ガイルダートでは無理だろうが俺なら。あんな奴についていくぐらいなら俺についてこい。強い者につくべきだとは思わんか。俺が弱いとでも言いたいのかアルカディス。なら一人でブレントロンを倒してみろ。何を？俺たちはガイルダートにつくべきかアルカディスにつくべきか考えなければならないようだな。急ぐ必要はない。しかしマグマトロンがあんなに恐れているものがあったなんてな、まったくだらしがねっていうか情けねっていうか。もっとしっかりしていれば俺たちもこんなことで悩んだりすることなんて。お、俺はマグマトロン様に一生ついていくぜ。マグマトロン様バザーイ。そう、なんでディナミかよ、脅かすなよ。
何か用か、ディーナビー。マグマトロンがカプセルのある小惑星に一人で向かうってよ。あんたたち行かないの？いや、これから向かおうと思っていたところだ。そう、それじゃあ転送してあげるから、しっかりマグマトロンを援護してきなさいよ。いいわね。俺は別行動を取らせてもらう。ブレントロンに交渉に行くつもりか？俺たちも出かけよう。マグマトロン様がやられてしまうようだったら、このダイナソアをもらって逃げる。逃げるなんて美しくないが。これからどうする、ガイルダート。マグマトロン様が現れるのを待とう。高みの見物か。間もなく復活する。誰が近づいてくる？サイバトロンか、デストロンか、どちらでもいい。片付ける。なんだ、ブレントロンか。待て、ブレントロン、今お前たちとやり合うつもりはない。言っても無駄か。ガイルダート変身。セババック変身。スリング変身。エルフォンフォ変身。ラグナード変身。トランクロン変身。ポイズンアロークローシュート。ブラックミサイル。ブランカット。サンダーフォー。反撃しながら逃げるしかない。デッドガンヘルバンカー。ガイルダートについていけばそうなるのがオチだ。ディナビ、電磁妨害でよく聞こえん。その辺にガイルダートたちもいるんだけど。ここで何をしようとしているのだ、ブレントロン。お前たちが復活させようとしているのはユニクロンではなかったのか。感じるぞ、アンゴルモアエネルギーが放つ異様な力を。それがユニクロンにつながるものならば、また宇宙は滅ぶ。これは来たな。お前は忘れたか、マグマトロン。まさか破壊大帝ガルバトロン。ネメシスの爆発で消滅したのではなかったのか。破壊大帝の称号を持つわしをその程度に見ていたのか、マグマトロン。
遥か昔、わしはアンゴルモアエネルギーをめぐってライオコンボイの率いるサイバトロンと激しい戦闘を繰り広げていた。人工惑星ネメシスを完全に抑え化し、全宇宙を支配するために。しかし、あと一歩というところでライオコンボイとライオジュニアの放ったエネルゴンマトリクスからの力によってわしの体は引き裂かれ、宇宙に散ってしまった。ブレントロンはそのカプセルを集めてガルバトロンを。これはいい。わざわざ復活して同じ失敗を繰り返そうというのか、ガルバトロン。失敗は繰り返さん。アンゴルモアエネルギーは宇宙を支配する者にこそふさわしいエネルギー。今さらお前ごとき過去の亡霊が出る幕ではないと言っているのだ。わしがそのエネルギーを使ってユニクロンの復活を阻止してやる。アンゴルモアエネルギーがどちらにふさわしいか教えてやろう、マグマトロン。せっかく復活した体を無駄にしたいのか。どうかな。ブレントロンはなぜあの小惑星にカプセルを。ブレントロンのボスでもいるのか。おいおい、ブレントロンが使えるボスがいるとしたら、ブレントロンと合格か、それ以上の力を持ったやつだぜ、きっと。とってもかなわないんだな。ビッグコンボイ、惑星内で戦闘反応が。戦闘反応って。今まで散々やられたデストロンがブレントロンに向かっていくとは思えないけどな。それも一箇所じゃないみたいです。マグマトロン、相手はブレントロンだけじゃなかったのか。私が行ってくる。あの惑星の中でユニクロン復活のための何かが始まっているのかもしれない。私も行きます。いや、偵察だけだ。私一人でいい。偵察なら僕も一緒に。俺も行きます。スタンピーだけじゃ心配だからな。それじゃあ俺も。俺もだ。みんなだけじゃ心配だから、オイラもなんだな。何が起こるかわからないぞ。よし、全員出発。イエスサの出番か。うわ、アートスラッシャー。お前たちは引っ込んでいろ、アルカリス。なんだ今のは。行ってみよう。その程度か、マグマトロン。今まで長い眠りについていた割にはなかなかやるな。力を蓄えていたのだ。そんな負け惜しみなぞすぐにほざけなくしてやる、マグマブレード。ガルマアクス。あれはガルバトロンだ。かつての破壊大帝、話には聞いたことがあったが。するとブレントロンが復活させようとしていたのはあのガルバトロンだったのか。どういうことだよ、ガイルダート。
俺に聞くな。ガルバトロンにつくという手もあるな。その程度の力で破壊大帝を名乗っていたのか、マグマトロン。少し甘く見ていたようだ。今度は容赦せん。なんだと。わからんか。その程度の力では宇宙を支配することなどできんのだ。ではうわ。アクテス。ギガミサイル決まった。どうする。このままマグマトロンが勝ったらやっぱりマグマトロンにつくのかな。あガイルダート、俺に聞くなって言ってるだろう。ガイルダートは両方に倒れてほしいんだろう。何を見ろ、今のマグマトロンでは勝てないかもしれないぞ。わざと避けずに力を見せつけている。怖いまでに美しい。お前に宇宙を支配する力はない。ビッグコンボイ、あれはライオコンボイと激しい戦いを繰り広げたガルバトロンですね。あいつがガルバトロンか。新旧デストロン、破壊大帝同士の戦いかよ。こいつは見物だぜ。だがライオコンボイの話ではガルバトロンは宇宙の目次となって消え去ったはずじゃなかったのか。え、それじゃあブレントロンはガルバトロンの復活を。あ、ビッグコンボイ見て見て、ブレントロンもデストロンも二人の戦いを見つめている。どちらがユニクロンを叩き潰すにふさわしいか今見せてやる。無駄だ。マグマロケット、ウィングミサイル、アンムーンワファイヤー。お前ごときに無駄なエネルギーは使いたくない。無駄なエネルギーだと言わせておけば。分かるのか、お前にユニクロンを超えていく力はないと言っているのだ。ユニクロンを超えて。マグマトロンがまるで子供扱いだ。ライオコンボイはあんなすごいやつを相手に戦っていたのか。ガルバトロン、もしあいつは。何ですか、ビッグコンボイ。いや、俺は今までユニクロンの復活を阻止するために宇宙に散ったアンゴルモアカプセルを回収してきた。それが皮肉にもガルバトロンを復活させることに使われ、そのガルバトロンに歯が立たないというのか。それが現実だ。お前の目的は何も達成されてはいない。なぜならユニクロンは復活したからだ。何、ガルバトロのやつ何言ってんだ。ビッグコンボイ、ユニクロンが復活した。何を言っているのだガルバトロン。わからんのか。ユニクロンに使うべきアンゴルモアエネルギーはお前が自ら吸収してしまったではないか。そして遥か昔からの野望を今叶えようとしているのではないかガルバトロン。そうだ、全宇宙を巻き込んだ戦争、グレート王以来の野望だ。グレート王以来の野望はユニクロンの。そんなバカな。やっと気づいたようだなマグマトロン。ここまで来たことを褒めてやる。アンゴルモアファイヤー。
マグマトロン危険です、ビッグコンボイ。ガルバトロンの姿を借りたユニクロンだ。ユニクロン？ユニクロンで、ユニクロンがガルバトロンで、とにかく宇宙一の化け物が復活してしまったということだ。前線基地と連絡が取れません。これもユニクロンのせいでしょうか。よし、私が調べてくる。あ、待ってください。私もお供します。区間は残された隊員たちの面倒を見るのが役目だ。超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第31話、ユニクロンの野望を待て、連れてってください。